ゃあ、あのさ、お前も俺朝来た時から思ってたんだけどさ、そうだよな、多分。ってことは、昨日土曜の夜だからな。すぐ飲み行くのよ、この人最近。俺がさ、水しか飲めないって言ってんのに。お前が勝手にやってんの一言なの、お前が水飲んで。思うんですけども、はい、まずせっかく、5ボンバーなんか情緒の不安定さ、エグいよね。飲み行ってるから、バッと入るね、すぐ。いや、無理だと思ったらすぐバッと入る。できるわけないな。できるわけないんだよ。誰か6時まで飲んで、10時入りで、ファイブボンできるんだよ。そもそも、まともに会話するままならないのに、10秒内に曲出せる。まあ今日はね、あのファイブボンゲームちょっとやっていきたいなと思うんですけれども、はい、やっぱりね、あの歌の企画もそうですし、歌やっぱ聞きたいっていうのが多いので、ね、今日はやっぱり、パークになっていきたいなということで、まあ、ちょっと簡単に企画の方を説明させていただきますと、〇〇という歌詞が入る曲5つ歌えというふうにお題が出されますので、1分間で5曲連続で歌い切れるかというチャレンジ企画となっております。よし、はい、今日はちょっと華麗にパーフェクトになっていきたいなと思います。よし、じゃあ考えていきましょう。 It's Showtime! 大島、はい、黄色、桃色、赤色、オレンジ色、水色、お、分かる。それぞれの色が入る曲、カッコ英語でも OK。 ちょっと待って、ちょっと待って、あの桃色だけもう思いつきすぎない？多分カッコ英語で。待って、黄色って何がある？イエロー、イエロー、黄色って何がある？黄色い、あ、青い砂漠の中に黄色、黄色いバスコエ江ノ島方向。待って、ピーチひっくり返る愛の前。ピーチは桃や。違う。色の肩を取り恋してる。ピンクの桃色やからピーチちゃうぞ。赤いスイートピー、はい、オレンジいける、オレンジ、マイナーで、オレンジの空は今にも崩れそうだ。おい、スカイブルー、いけるよ、いける。嘘やろ、お前初雪にから行けよ。水色をスカイブルーにしたところで、ポンポンやったんだよ。何がですか？拾ってる、こいつ。あー、マジか。あー、しょうがないよね、切り替えてみたら。前向きやん。どっちなの、それ。前向きなんか、諦めてんのか。じゃあ今、はい、はい。学校の中にあるものが入った曲。は？は？いつまだやろ。は？は？はだ。は？はい。いっぱいある。文房具でもいいし。え、どういうこと？無理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 、待て待て待て、あ、俺はいける。庭のシャベルが一日濡れて、ごめんな。まあ、な学校でも別にそう、校庭と思うけどさ、校庭の方がいいんだな。学校チャイム何やったっけ。うわ、ちょっと待って、やばいやばい、好きの歌とかあるじゃん。ちょっと待って、それやそれ。この死が、違う、それは卒業やろ、もうじゃないもんな。ちょっと待って、どうしようかな。やばい。おいマジでわからん。おい一発目、おいこってないからな。ちょっと待って。おい、あれがいつまでに出てくるやろ。ちょっと待って、黒板消しの粉吸うやつ。あれ何それ。あれちょっと待って、ほんまに待って、ほんまに待って。おい待って待って。ボールペン、ペンペン、あ、ペンパイナンポ、あ、ボールペンナンポ、あ、ボールペンナンポ、あ、あ、なんでいけたと思ってんの。両方ペンやつ、両方ペンやつ、なんで、マジでむずい。めっちゃええ問題やった。そうやん、あったあったあった。ちょ、順番変えてもう一回同じ問題やるじゃん。あ、リベンジしよう。まだ解いてないから。あ、ほんまやな。いいよ、それでは第2問。え？第2問かい。学校の中にあるものが入る曲。はい。5つ答えろ。スタート。はい、夢を書いたてそのテスト。すげえ、すげえ。ね、あ、それしかなかった。
AKB 系の曲でさ、最後が鳴ったらみたいな。授業終わるベルが鳴ったら、祝君めちゃくちゃめちゃくちゃいいのあるからね。なぜだろう、シェイクワンツー三角形、分度器持ってきてー、トヘ三角形、教科書に書いてあることだけじゃわからない、ペン、あ、そう、ペンはペンはあるでしょ、ペンはある、行儀よく真面目なんてできやしながら、あんた夜の校舎窓ガラス、あれはテストで3点、笑顔満点、あ、確かに確かに確かに、机の落書きとかさ、あ、机の落書きの中に、どうもくらい、あ、おる、おお、それでは次の問題お願いします。第3問、はい、EXILE 3代目 JSOULBROTHERS GENERATIONS RAMPAGE DEEP ジョイサウンドの人気曲ランキング1位の曲を、そんな下だ、ちょっと待って、ムズすぎんか、よーい、スタート。いや、1位やん、そばにいて君の笑顔のため、人生一度きり Dreams が見た、いやー、何行けばいいんだろう、いや、ちょ、早いって、まあ、ディープ行くと思う、ディープでしょ、あ、オッケー、愛する人よ、叶わぬ恋よ、道君と歩いた今日まで、ジェネとラムで、この空の下で、おい、マイプレイヤー、正解、じゃあ、もう知らんわ、そんなマイプレイヤー、やっぱバラード、離れゆく時はよく、でも4組いけたね、そうだね、いったな、確かに、はい、それでは次の問題、第4問、はい、夏にまつわる言葉が入る曲5曲答えろ、スタート、いけ、夏に、夏が始まる、夏やからあかんの、なんの、まつわるって、まつわるって、決して捕まえることがない、なり花火のようなこと、薄紅色の可愛い君のね、もう知らん知らん、早いんだよ、夏でしょ、なんで花水木、まつわる言葉が入ってる、入ってない、入ってない、入ってない、夢がジャングルの、ちょっと待って、やばいやばい、ちょっと待って、これは行こう、ザーク咲いて、旬と散って、夜に味あげられた濃い花火、バナナボートでジャングル、うーん、待って、いいんだろう、あ、大事なのか、駄菓子、ごめん、そういうことか、いや、夏にまつわるワードをそのくらいに言わなきゃいけないってことこれ、まあ、海とか川とか、まあ、ひまわりとか、あ、ひまわりか、もう祭り男色だと思って、あ、祭り、そう、夏祭り、青春花火で終わるから、もうなんかビタやん、そうだね、それでは、はい、最終問題、あやタイトルが漢字のみの曲、5曲歌え、よーい、スタート、マジない始まった、マジない始まった、さあ、やめて、いっぱいの漢字使おう、いや、あー、真夏のジャンボリー、スリンか、レベースの甘みクエイ、まあ、基本的なルンタラはそうやから、外したい、外そう、四字熟語じゃなくてもいいと思う、そうやな、俺が大丈夫って言えば、きっと大丈夫で、突然不意に離れてみて、
今年の夏は恋に豪華今年シュ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 空高くあいやいや恋は飛びもくれ